それでは本日皆様お忙しい中多くの方にご参加いただき誠にありがとうございます。ベルクマンが急遽体調不良となってしまいまして、司会の進行を代わりに、カスタマーサクセス担当のつるくが務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本日のアジェンダをご紹介いたします。はい、本日のアジェンダといたしまして、13時20分より特許情報から見る世界及び昭和電工の SDGs への取り組みと題しまして、昭和電工マテリアルズ株式会社、村上昭武様より、ご発表いただきます。その後10分ほどの Q&A を取って終了とさせていただきたいと思います。 Q&A につきましては画面の Q&A のフォームからお寄せいただけますと幸いでございます。それでは村上様の略歴をご紹介させていただきます。村上様におかれましては2017年に日立化成株式会社知的財産戦略センターへ入社配属され、 IP 戦略担当として有機無機複合材料における特許戦略の立案と出願、それからポートフォリオの構築を担当されております。2019年より IP 企画推進部にて IP ランドスケープをはじめとする知財情報活用やコンサルティング業務を担当し、その後2020年に昭和電工との合併による東京プロジェクトに参画されております。その中でインテリジェンスグループのコンサルタントとして社内のシナジー分析を多数実施され、現在はサステナビリティの取り組みに知財情報を活用する仕事に従事されているということでございます。それでは村上様、ご発表をお願いいたします。はい、ただいま紹介に預かりました昭和電工マテリアルズの村上と申します。ちょっと画面を映しますので少々お待ちください。はい、こちら画面と音声大丈夫でしょうか。はい、見えております。はい、はい、改めまして先ほどご紹介に預かりました昭和電工マテリアルズの村上と申します。今回シリーズの第1回ということで、少々緊張しておりますが、今回はですね、題目通りですね、特許情報から見る世界および昭和電工の SDGs への取り組みと題しまして、これから40分ほど説明をさせていただきます。短い時間ではございますが、皆様に少しでも参考となれますと、幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、このスライドの右下に統合知的財産部インテリジェンスグループとありますが、昭和電工と旧日立化成の昭和電工マテリアルズのこの両社知財部はですね、実質的に統合しておりまして、現在統合知的財産部として活動しております。そのためですね、今回の内容というのは昭和電工マテリアルズに限ったものではなくて、昭和電工グループ全体の内容となりますので、その点ご承知おきください。はい、始めます。最初に会社情報について次のスライド以降ですね、いくつか紹介させていただきます。こちら会社概要になります。本社はですね、増上寺近くの東京大門に構えておりまして、設立が1939年の6月になります。で、従業員が連結で約2万6000人で、売上が1兆4000億円になりまして、主な事業内容をですね、こちらに記載の通り幅広く取り扱っています。次のページで事業内容とセグメントについて非常に簡単に説明させていただきます。はい、こちらセグメントと事業内容の紹介になります。で、コア成長事業とこれらの競争力強化を支える事業群をバランスよく有しております。こちらですね、半導体電子材料であったり、ケミカル材料、イノベーション材料やモビリティの材料、その他ライフサイエンスなど、さまざまな事業群を有しておりまして、補完性の高い事業ポートフォリオとなっております。続いてですね、こちらサステナビリティへの取り組みに関しての紹介になります。弊社ではサステナビリティの理念を経営の根幹に置きまして、社会への価値提供を通じて持続的な成長と企業価値の向上を実現しております。サステナビリティの重要課題といたしましては、3つのですね、マテリアリティを掲げておりまして、
左側ですね、1つ目が責任ある事業運営による信頼の醸成、2つ目はイノベーションと事業を通じた競争力向上と社会的価値創造、で最後に自律的創造的な人材の活躍と文化醸成、でこの3つをですね、サステナビリティの重要課題として掲げております。で次のスライドにてですね、このイノベーションと事業を通じた競争力向上と社会的価値創造の事例を、まあ、1つ紹介させていただきます。はい、でこちら使用済みプラスチックの化学原料リサイクル事業の、事例の紹介になります。で現在はですね、この使用済みプラスチックのリサイクルのうちほとんどがサーマルリサイクル、まあ、熱エネルギーとしてのリサイクルとなっているのですが、世界的にですね、このサーマルリサイクルというのはリサイクルと認められない傾向が近年強くなってきております。そこですね、弊社では使用済みプラスチックを化学原料へリサイクルするケミカルリサイクル事業へ取り組んでおりまして、この左上からですね、地方自治体から引き取った使用済みプラスチックを弊社水素製造設備で二酸化炭素と水素へ変換します。この二酸化炭素はですね、液化炭酸ガスやドライアイスといった炭酸製品の原料へリサイクルします。で一方、水素はですね、アンモニア製造設備にて、アンモニアの原料として再利用し、まあ、生産したアンモニアというのは、まあ、ノックス無害化剤などに、まあ、こちらも再利用しております。でこのようにしてですね、まあ、使用済みプラスチックを原料にゼロエミッションを実現いたします。またこの本事業は SDGs で言いますと、まあ、右側に書かれている通りですね、SDG7 番のエネルギーをみんなにクリーンに、SDG11 の住み続けられるまちづくり、SDG13 気候変動に具体的な対策を、これらのですね、各ターゲットに貢献しております。はい、続いてですね、持続的な成長に向けた統合についての紹介になります。昭和電工と昭和電工マテリアルズはですね、2023年に完全に統合いたしまして、統合新会社となります。この両者のですね、技術の融合についての、まあ、簡単なイメージにはなるんですが、こちら下の図になりまして、この昭和電工の強みでありますさまざまな事業へ染み出す基盤事業を中心とした川中素材技術、川中の素材を作るですね、まあ、作る科学とですね、この昭和電工マテリアルズの強みであります川下アプリケーションに向けた機能設計技術のこちらの混ぜる技術ですね。でそして両者共通のですね、こちらシミュレーション技術などに挙げられる、考える科学ですね。これらの3つの技術の融合と、まあ、強化というのを通じて持続的な成長というのを実現していきます。この技術の融合の実際の具体例といたしまして、現在昭和電工マテリアルズのですね、主力製品であります CMP スラリーというのがあるのですが、CMP スラリーを昭和電工の材料で製造するといった技術の融合の検討というのがですね、実際に現在行われております。はい、こちら続いてですね、プラットフォームの統合についてになります。弊社ではデータ駆動型開発基盤の構築というのを目指しまして、昭和電工および昭和電工マテリアルズ両者の知見を生かして研究開発の DX というのを推進しております。でプラットフォームの統合におきましては、この統計解析とマテリアルズインフォマティクスで MI ですね、と、まあ、知財機能のこの3つをですね、全社的な柱とさせていただいております。この統計解析の接客活用であったり、このマテリアルズインフォマティクスプラットフォーム展開による研究開発の加速というのを図っておりまして、で特にですね、この知財機能の統合に関してですね、説明しますと、この右下の図ですね、左側青ハイライトが昭和電工の知財部の、機能、まあ、特徴とする機能ですね。で右側が昭和電工マテリアルズの、マテリアルズの知財部の、特徴とする機能とそれぞれなっております。でその中でもですね、昭和電工の強みというのはこの経営への IP ランドスケープ AI 活用にありまして、まあ、実際に旧日立化成ですね、まあ、現在の昭和電工マテリアルズの買収の際にもですね、この IP ランドスケープを活用して、経営レベルの判断に寄与するといった、まあ、常に経営を意識した IP ランドスケープというのを昭和電工は行っております。
で対してですね、昭和電工マテリアルズの強みはですね、この経営に資するための積極的な権利活用体制にありまして、これらの両者知財部の強みを生かした統合を行いまして、全社的なプラットフォームの一つとなることを目指しております。はい、以上が会社概要になりまして、ここから知的財産部についての説明紹介になります。知的財産部の統合組織についての紹介になります。先ほどもですね、ご説明した通り、事業者の強みが生かされる形でそれぞれの知財部のチームおよび機能というのを統合していきました。でも統合作業に際してはですね、両者知財部の組織体制がこの図で表されるの1対1ですね、この昭和電工知財部の組織であったり、昭和電工マテリアルズの組織が1対1で表されるぐらいですね、この組織体制が非常に似ていたということがありまして、社内の他の部署の統合よりもですね、非常にスムーズにこの知的財産部の統合は行うことができました。でまたですね、私が所属しているこのインテリジェンスグループは、昭和電工の情報チームと、昭和電工マテリアルズの IP 企画推進部を統合したグループになっておりまして、このインテリジェンスグループについては次のページにて、紹介させていただきます。こちらですね、インテリジェンスグループの主な活動になります。で主に4つの活動を行っておりまして、1つ目がこちらですね、調査監視。で2つ目が IP ランドスケープ。で3つ目が AI。の開発といった、AI 活用ですね。で、最後に IP プランニンググループと、共同で実施するような知財企画、これらの4つになっております。で、知財部インテリジェンスグループはですね、これらの業務を通して、実質的 CID ですね、セントラルインテリジェンスディビジョンの略になるんですが、この CID に向けた社内横断的な活動を行っておりまして、でこのインテリジェンスグループが全社のですね、CID として、IP 情報をはじめとした市場情報であったり、論文情報などの技術情報などですね、さまざまな情報であったりですね、AI アプリケーションを活用して、事業貢献、企業貢献の達成というのを目指しております。で活動の、内容といたしましては、例を挙げますと、インテリジェンス業務を全社へ浸透させ、社内文化として醸成するということであったり、先端的な手法による IP 情報の提供や、依頼内容の提供プラスアルファの提案、提言というのを行っております。はい、最後に知財部インテリジェンスグループの SDGs 貢献活動についてになります。今回の事例の内容にはなるんですが、インテリジェンスグループではですね、実際に依頼をいただいて、他の部署の方だったり、知財部の中でもですけど、依頼をいただいて対応する業務っていうのも、もちろんあるのですが、普段からですね、自発的に分析したもの、今回のパテントサイトの事例も自発的に分析したものになるんですが、この自発的に分析したものというのを研究開発部門であったり、マーケティング部門ですね、そして経営層だったりですね、共有して議論するというような活動をずっとやり続けてきております。で今回はその中の一つであります、この SDGs 活動について事例を紹介したいと思います。でもこの記載の通りですね、このパテントサイトの SDGs 分類を用いた分析結果を社内の開発部門だったりサステナビリティ部へ展開して、それぞれの戦略構築に必要な情報を提供しました。この右側のフィードバックだったりの話は一番最後にまとめてするので簡単に紹介しますが、開発部門へ共有し、新規テーマ選定の判断材料に採用していただいたり、経営層やサステナビリティ部門へ共有し、社外アピールポイントの検討につながっていったりですね、最後に社内セミナーで全社に向けて発表して IP ランドスケープの浸透を図ったというような事例になっております。はい。以上が会社と知的財産部門の概要の説明になります。でここからはですね、本題のサステナビリティへの貢献事例の紹介をさせていただきます。はい。事例の概要になります。事例題名は、記載の通りになっておりまして、事例の目的はですね、SDGs の動向や取り組み状況というのを特許情報から把握するというところにあります。調査手法といたしましては、特許分析ソフトウェア、パテントサイトの SDGs 分類を用いて、分析いたしました。で目的はですね、このように記載しているのですが、インテリジェンスグループとしての
まあ、支援の目的はですね、この分析した結果を各部門へ紹介して、まあ、この情報自体を活用いただく、もしくは知財情報の活用への呼び水とするというようなところにあります。で、今回はですね、実際に弊社内にて紹介した資料というのを紹介させていただきます。こちら目次になります。3部構成となってまして、最初に第一章として SDGs と特許ということで、こちら主に SDGs と特許と関連付けたのかというところを伝える内容となっております。で、次にですね、世界の SDGs 特許の動向になりまして、じゃあ特許から見た世界の SDGs の動向というのをマクロな視点で把握いただくというような内容になっております。で、最後に、まあ、第3章では昭和電工の SDGs 特許の動向と、まあ、題しまして、昭和電工の SDGs の動向であったり、この立ち位置っていうのを、ベンチマーク企業と比較しまして、どの SDGs において貢献しているかということなどを、把握し、まあ、さらにですね、どういった特許がそれらの SDG に分類されているのかというところを分析した内容になっております。はい、まず SDGs と特許になります。こちら基礎的な内容を含みますので、まあ、内容を割愛しながら説明させていただきます。まずこちら SDGs の説明のページになります。まあ、皆さんご存知の通り SDGs っていうのは2015年に採択された国際目標になります。じゃあちょっと飛ばします。こちらはですね、各企業の SDGs への取り組みについて説明しているスライドになります。で、内容としてはですね、弊社の CSR 方針に SDGs の記載がされているということであったり、まあ、右側ではですね、他社様のこちらニュースの記事、他社様のニュース記事にはなるのですが、朝日グループホールディングス様の日経 SDGs 経営大賞受賞であったり、DIC 様の SDGs 貢献を有志契約の評価指標にするといったニュース記事を抜粋させていただきまして、SDGs への貢献度というのが企業価値を測る指標の一つになってきている。まあ、それほど SDGs への貢献度というのが重要視されてきているということを、まあ、伝えるようなスライドになっております。で、続いて、まあ、このページで、特許情報と SDGs をどう関連付けるかですが、まあ、このスライドではですね、特許情報と SDGs の紐付けを、まあ、どのようにやったか、まあ、どういったソフトウェアや、まあ、分類コードを使ったのかということを伝える内容となっております。で、今回はパテントサイトの SDGs 分類を用いて関連付けましたということで、パテントサイトとパテントサイトの SDGs 分類の簡単な説明を、掲載しております。もちろんパテントサイトはですね、まあ、実際に弊社でもこの左の図のような形で、特許総資産価値、通称 PAI などの指標というのを、まあ、経営層に向けてですね、知財指標としても活用させていただいております。パテントサイトの SDGs 分類については、まあ、簡単に説明しますと、関連キーワードおよび特許分類 CPC 等を SDGs 指標と紐付けし、定義した分類になります。この SDGs 分類についてですね、次のページでもう少し詳細に見ていきます。はい、こちらパテントサイトの SDGs 分類ということで、SDGs 分類の内容をより詳しく伝えるようなページになります。SDGs 分類というのは、各 SDG に設けられる169のターゲットに対してですね、このパテントサイトが作成した97の独自技術分類を付与することで定義されております。この独自技術分類というのは特許及びキーワードを用いて作成されております。で、例としてですね、この SDG09 産業と技術革新の内容例を下の方に記載しております。SDG09 というのはこれら赤字のですね、5つの独自技術分類で構成されておりまして、その中の1つの T01 アドバンスドマニファクチャリングはこれらのですね、特許分類 CPC であったり、キーワードとしてはこれらのキーワードを用いて、こう作成されております。はい、で、以上がですね、第1章の SDGs と特許をどう関連付けたかについて説明した内容となっております。はい、で、続きまして、世界の SDGs 特許の動向になります。で、このセクションはですね、特許から見た世界の SDGs の動向をマクロな視点で把握いただくような内容となっております。なおですね、このページ以降の件数というのは、パテントサイトが定義するファミリー単位となりますので、ご承知おきください。
はい、まず最初に SDGs 関連特許の件数推移になります。ちなみに SDGs 関連特許というのは SDGs 分類が付与された特許のことでありまして、以後 SDGs 関連特許と記載させていただいております。こちらのスライドではですね、シンプルに SDGs 関連特許の件数推移の増加から SDGs 関連技術の注目度の高まりというのを伝えるようなスライドとなっております。で、右のグラフを見ますとですね、2000年で85万件であったのが、2005年では108万件と年々増加しているということが分かります。そしてですね、 SDGs が採択された2015年には200万件となっておりまして、で、現在の2022年にはですね、349万件と22年で約4倍に SDGs 関連特許の件数が増加しているということが分かります。で、このことからですね、シンプルに件数の増加数というのを見ますと、 SDGs 関連技術の注目度というのが高まっているということが伺えます。ただですね、世界の特許出願自体が年々増加してきておりまして、母数自体が増えている点を踏まえて、次に全体出願件数と割合というのか、全体出願件数における割合というのを確認しました。こちら全出願件数に対する SDGs 関連特許の割合になります。こちら円の中心が年数で、その下の数字がその年数の全生存特許ファミリーを表しております。 SDGs 関連特許の割合を見ますと、こちらに左側2000年ではですね 12%でしたが、2010年には 19% に増加しておりまして、で、2022年にはですね、24% となり、2000年から約22年で2倍増加するという結果となりました。で、先ほどのですね、件数推移と、今回のこの割合というところから、SDGs 関連技術というのは、どんどん増加しておりまして、注目度が非常に高まってきているという結果を伝える内容となります。で、続いて各 SDG ごとの件数についての結果を見ていきたいと思います。じゃあ各 SDG の件数になります。で、こちらのスライドではですね、各 SDG の件数から、どの出願がより出願が多いかというか、注目されているかというのを伝えるスライドになります。で、こちらのグラフはですね、縦軸に件数、横軸に各 SDG を取ったグラフになっておりまして、SDG09 産業と技術革新が183万件と最も多い結果となりました。で、次いで SDG03 保険が86万件で、 SDG12 生産と消費が76万件で続く結果となりました。これらの結果からですね、特許情報から見た場合、 SDG09 産業と技術革新が最も出願が多く、注目の SDG であることが、分かります。続いて出願国別の件数も見ていきたいと思います。じゃあ出願国別の各 SDG の件数になります。こちらのスライドはですね、出願国ごとの SDG の注力具合というところに傾向が見えるかということを伝えるようなスライドとなっています。こちらバブルエリアがですね、この円がですね、各 SDG の件数を表しております。で、縦軸にこの出願国を取っておりまして、出願国別の件数の多さというのはこの並び順でですね、中国、米国、日本、韓国、ドイツとなっております。また国ごとの SDG 件数を見ますと、まずこの SDG09 ですね、 SDG09 が非常に多くなっておりまして、こちらは全体傾向と同様となっております。また特徴的なところはどこかと探すとですね、この中国のSDG06 ですね、水と衛生の件数が他国と比較しているのが非常に多いということが、パッと見で、分かる、パッと見で分かりまして、中国がこの分野に注力しているということが分かります。このようにですね、出願国別に見ますと、各国の注力している SDG というのが見ることができます。で、続いて出願人別の SDG 件数を見ていきます。こちらはですね、特許総資産価値 PAI 上位の出願人の各 SDG 件数になります。こちらのスライドではですね、出願国別と同様にですね、出願人別で見た際に、各出願人の SDG の注力具合であったり、貢献具合にどういった傾向が見えるかということを伝えるようなスライドになっております。
出願人別に見ますと、まあ、主に多いのは、まあ、SDG09 になるのですが、業種によってはですね、これ SDG03 であったり、SDG04 ですね、あと SDG13 などで、まあ、件数の傾向に差が出ているということがわかります。また例えば、SDG03 保険においては、このサムスだったり、まあ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ロッシュなどが特徴的に多くなっているということがわかります。でこのジョンソン・エンド・ジョンソンであったり、ロッシュっていうのは、医薬分野だったり、医療分野ですね、まあ、使っておりますので SDG03 が多いというのは分かるのですが、このサムスンの件数がなぜ SDG03 の件数が多いのかというのは、まあ、なぜなのかというと、まあ、こちら簡単に中身を、調べますとですね、生体情報を認識するようなウェアラブルデバイスの出願がこの SDG03 に、多く含まれているということが分かりました。なのでこのサムスンはウェアラブルデバイスに関しての出願によって、まあ、SDG03 の件数の多さを出しているというようなことがことになります。でこのようにですね、各社で件数の多い SDG が異なっておりまして、まあ、貢献している SDG の特徴を把握することができますし、またですね、深掘りすればその中身は何かというところまで、まあ、把握することができます。はい、で以上がですね、マクロな視点で、まあ、世界の動向を把握するような世界の SDGs 特許の動向、まあ、第2章になります。最後に昭和電工の SDGs 特許の動向になります。こちらはですね、弊社の SDGs 動向であったり、まあ、立ち位置をベンチマーク企業と比較しまして、どの SDG において貢献しているかというところを把握します。まあ、さらにですね、どういった特許が実際に分類されているのかというところまで分析した内容となっております。今回ですね、まあ、ベンチマークとして社名は伏せさせていただいているのですが、大手化学メーカーであったり、競合メーカーなので外国企業2社、ですね、日本企業3社の計5つの化学メーカーをベンチマークとさせていただきました。はい、まず最初にですね、各社の SDGs 関連特許の件数推移になります。こちらのスライドはですね、件数推移から弊社の SDGs 技術への注力具合であったり貢献度を伝えるようなスライドになっております。こちら縦軸に、こちらのグラフですね、縦軸に SDGs 関連特許の件数、横軸に年次を取ったグラフになっておりまして、上からですね、SDGs 関連特許の件数が多く、まあ、比較的ですね、事業規模が大きいグローバル企業 A であったり、日本企業 C っていうのは減少傾向となっておりまして、まあ、さらに下の方ですね、他のベンチマーク企業っていうのは、まあ、一定の件数の推移となっております。その中でですね、弊社は2012年で1800件ほどであったのが、2021年にですね、2492件と増加傾向になっております。このようにですね、件数が増加傾向にあるということから、弊社は SDGs に積極的に貢献してきているということが伺えます。続いてですね、各社の SDGs 関連特許の比率というのを見ていきたいと思います。こちら各社の SDGs 関連特許の比率になります。でこちらのスライドではですね、各社の全特許件数と SDGs 関連特許の関係性から、まあ、弊社の SDGs 関連特許比率がどういった立ち位置にあるかということを伝えるようなスライドになっております。このグラフはですね、先ほども述べたとおり、縦軸に SDGs 関連特許件数、で横軸に全特許件数というのを取りまして、このブルーのグラデーションでですね、ちょっと分かりづらいんですけど、ブルーのグラデーションで SDGs 関連特許の比率というのを表しております。下からですね、一番下のラインというのが比率 10%、その上が比率 20%、その上が 30%、40% となっております。結果を見ますとですね、今回ベンチマークとさせていただいた比較的規模の多い日本企業 C をはじめまして、日本企業 D、E ともにですね、この日本企業3社というのは SDGs 関連特許比率がこの 20% の以下であるということが分かりました。その中でですね、弊社の SDGs 関連特許比率は 23% と、まあ、比較した日本企業の中では最も高い比率となりました。またですね、まあ、ベンチマークとしてはですね、グローバル
企業 A であったりグローバル企業 B に挙げられるこのグローバルメーカーっていうのは2社とも比率が 30% を超えておりまして、これらグローバル企業に肩を並べるためには SDGs 特許割合っていうのを高める必要があるというような考察をさせていただいております。ちなみにこのグローバル企業のですね SDGs 関連特許の比率が高い理由というのは、今回選定したグローバル企業がですね、まあ、両社とも、科学に加えまして SDGs と、まあ、関連が強いですね医療や農業だったり食料事業というのを扱っているから、このような、ですね、比率が高くなっているということが、まあ、推察されます。で続いて各社の SDGs 件数というのを見ていきたいと思います。こちらですね、各社の各 SDG の件数になります。でこちらのスライドではですね、ベンチマーク企業と比較しまして、弊社がどの SDG に貢献しているかということであったり、または貢献できていないかということを伝えるようなスライドとなっております。こちら縦軸がですね、出願人でして、SDGs 関連特許の件数順にですね、並んでおります。で各 SDG を件数を見ますと、先ほどですね、研究させていただいたグローバル企業 A とグローバル企業 B はですね、農業や、まあ、食料の事業を、持っている、扱っているため、この SDG02 番ですね、飢餓を02というのが、多いという、飢餓を02の、件数が多いというような傾向を見て取ることが、できます。またですね、この弊社を見ますと、SDG09 および SDG13 でですね、まあ、件数が多くなっておりまして、まあ、今回ベンチマークとした化学メーカーと比較して最も多いというような結果となりました。でこのことからですね、弊社は SDG09 産業と技術革新、そして SDG13 気候変動において、まあ、特に貢献しているということが、言うことができます。まあ、逆にですね、この SDG06であったり SDG11 などの、まあ、住み続け、これ SDG11 というのは住み続けられる街づくりをというものなんですが、まあ、これらの件数が他社と比較して少ない、というのも見えるため、こちら課題として見ることもできます。はい。で続いてですね、弊社の SDG09 と13の、全出願人におけるですね、この立ち位置というのを確認するために、出願人ランキングを確認していきました。じゃあですね、まずは SDG09 産業と技術革新の立ち位置というのを把握するために、じゃあ全出願人ですね、全出願人の件数ランキングというのを確認しました。でまず上位はですね、トヨタであったり中国科学院サムスンなどの、まあ、メーカーや研究機関が占めておりますが、まあ、20位にテンセントやバイドゥなどの IT 企業も入ってきておりまして、この SDG09 というのは幅広い業種がランクインしているということが分かります。でこの中でですね、弊社は2076件で111位という結果となりました。で続いて同様に、まあ、弊社のですね、SDG13 気候変動の、立ち位置というのを確認するために、全出願人の件数ランキング、まあ、同様にですね、確認しました。でこの SDG13 に関してはですね、上位の企業の顔ぶれも多少変わっておりまして、まあ、トヨタは変わらずなんですけど、トヨタであったり、フォルクスワーゲン、ヒュンダイなどの自動車メーカーや、他にですね、他にですね、パナソニックや GE などの電気メーカーなどが上位に入っているということがわかります。でこの中で弊社は1795件で、こちら28位にランクインしておりまして、まあ、化学メーカーの中では非常に上位、まあ、トップランクにあるということが分かりました。でこのことからですね、弊社は SDG13、気候変動において特に貢献しているということが、分かります。じゃあ次にこの SDG13 っていうのがどういった分類になっているかというので、まあ、内容について調べていきました。SDG13 気候変動の内容についてになります。でこちらのスライドではですね、まあ、特に貢献している SDG13 の分類がどのような内容になっているかというのを伝えるスライドとなっております。はい、SDG13 気候変動に付与されている独自技術分類の特許件数と割合を確認しました。
SDG13 気候変動に付与されている独自技術分類というのは、T40 温室効果ガス排出削減というのを筆頭にですね、原子力エネルギーだったり、海洋エネルギー、災害管理、防災ですね、この4つが付与されていることが分かります。この4つに対してですね、それぞれ全出願人と弊社の件数と割合というのを示しております。で結果を見ますとですね、この T40 温室効果ガス排出削減がですね、全出願人においては、件数が55万件中です、52万件が、付与されておりまして、94.8% の割合でこの T40 が付与されているということが分かりました。また弊社に至ってはですね、1776件中、1771件がこの T40 が振られておりまして、約 99.7% の割合で、この温室効果ガス排出削減の独自技術分類が付与されているということが分かりました。したがってですね、SDG13 気候変動というのは、全出願人および昭和電工ともに T40 温室効果ガス排出削減が9割以上を占めておりまして、ほぼほぼこの独自技術分類で構成されているということが分かりました。実際にですね、この SDG13 にどんな特許が含まれているかというのを深掘りするために、IPC 分類のランキングというのを見ていきました。はい、こちらですね、弊社の SDG13 気候変動関連特許の1776件における IPC ランキングというのを以下に示しております。こちらのスライドではですね、実際にどういった技術や製品が SDG13 に貢献しているのかということを伝えるためのスライドとなっております。まず左側のですね、サブクラスを見ますと、H01M 電池であったり、H01L の半導体装置、H01G のコンデンサが上位に入っております。ただ、件数を見ますとですね、この H01M の電池が1424件に、ですね、2番の半導体装置の207件に対して7倍ぐらいのですね、差をつけて、この電池の IPC サブクラスが付与されているということが分かりました。さらにこの電池1424件に絞りまして、このメイングループを右側の表でですね、確認しますと、H01M10 の二次電池と H01M の電極というのが、それぞれ800件前後となりまして、結果としてですね、弊社の二次電池であったり電極の取り組みが SDG13 気候変動に貢献しているということが分かりました。最後にですね、実際にどのような出願がこの SDG13 に分類されているのかというのを確認していきました。はい、それがこちらになります。こちらはですね、SDG13 気候変動に分類されているファイリングイヤーが2020年以降の出願になります。もちろん5件しか出してないですけど、5件しかないわけではなくて、より出願が新しいものを選定しております。でこちらナンバー1のですね、PCT 出願はですね、2021年に出願された特許でありまして、発明の名称を見ますと、電極用バインダーということで、こちら電極に関しての出願が SDG13 に分類されているということが分かりました。またですね、SDG 分類としてはですね、SDG13、の他にこの SDG09 というのが付与されているということが分かりました。またその他ですね、ナンバー2345の出願も、リチウムイオン二次電池用の複合材料であったり、正極材料ですね、であったり、リチウムイオン電池、リチウム二次電池用の負極材料などですね、電池関連の出願が実際に含まれているということが確認することができました。はい、では実際にですね、弊社の SDG13 ですね、気候変動への取り組みは、どうなのかというところですが、弊社では気候変動の対応というのを重要な経営課題と捉えておりまして、気候関連財務情報開示タスクフォース、こちら通称 TCFD ですね、TCFD の提言に基づいて、リスク、機会の両面を評価し、気候変動に対してレジリエンスの強化を図っております。じゃあ左の表は気候変動による影響とリスク、機会というのを評価して、その対応を記載した表になっているのですが、その中のですね、この赤枠内の
ところには、自動車低燃費化、省エネルギー化への貢献材料の需要拡大であったり、バッテリー関連材料の研究開発促進、推進の対応といたしまして、昭和電工と昭和電工マテリアルズとの統合によるシナジー効果の最大化を図るなどですね、電池分野というのは統合新会社のシナジーが発揮する注力分野と位置づけさせております。で、実際の製品としてはですね、こちらに挙げられるような昭和電工のアルミラミネートフィルムであったり、リチウムイオン電池用の正極負極用材料ですね、であったり、昭和電工マテリアルズのリチウムイオン電池用の負極材などを有しております。またですね、この気候変動については他にも、冒頭に挙げましたハイプラスチックのケミカルリサイクル事業等も、この気候変動に対して取り組みとして行っております。こちらまとめになります。パテントサイトの SDGs 分類を用いた分析結果をまとめさせていただきました。左側はですね、要点を記載しておりまして、右側が詳細を記載しておりますが、こちら詳細については、割愛させていただきます。要点といたしまして、SDGs 分類の分析から、弊社は SDG09 産業と技術革新、SDG13 気候変動において、件数比較からですね、特に貢献しているということが分かりました。また、弊社の SDG13 気候変動の件数っていうのは、全出願人中28位になりまして、この気候変動においては、電池関連の技術が寄与しているということが分かりました。で、最後に SDGs の領域をですね、意識した R&D 活動、出願活動がサステナビリティの貢献に導くと考えるとまとめさせていただきました。はい、じゃあ今後についてになります。はい、本分析のですね、真の目的っていうのは、この分析を各部門へ活用いただくということであったり、知財情報活用の呼び水というところに、とするというところにありましたので、本事例結果を社内のですね、各所へ共有させていただきました。フィードバックについてですね、簡単に紹介させていただきますと、まずですね、弊社内のサステナビリティ部門の方にですね、この SDGs 分析したので、紹介させてくださいということで、こちらからアポを取って紹介いたしました。その結果としてはですね、フィードバックとしては SDG13 気候変動の貢献度が高いということは、非常にアピール材料として使えそうですねということであったり、他の SDG はどんな特許が分類されているのかといった、非常に興味を持っていただいてですね、追加依頼としてこの SDG13 気候変動の中の電池以外の分析依頼であったり、そもそも気候変動以外の SDG の詳細分析というのの依頼を受領し、現在対応しております。またですね、開発部門に対してはですね、毎年知財情報を活用した新規テーマ探索のワークショップを開催している開発部門の方にですね、同様に紹介させていただきました。で、その結果ですね、この SDGs と技術っていうのを客観的に紐づける指標の一つとして、この分類というのは大変興味深いということで、新テーマ探索活動にもぜひ活用したいとフィードバックいただきました。そこでも新テーマ選定の判断材料としての活用ニーズの話をいただきまして、現在準備を進めているところになります。またですね、このインテリジェンス、ちょっと長くなってるんですが、インテリジェンスグループではですね、毎月 CTO にですね、成果を直接報告するというような体制をとっておりまして、その際にもこの分析を CTO に共有させていただきました。でもコメントとしてはですね、実際と現実とですね、乖離は多少あるとは思うんですが、客観的な指標ではあるので、社外アピール材料としてぜひ活用検討をくださいというようなフィードバックをいただきました。で、我々もですね、じゃあこの分類が完全に正しいかというと、疑問が残る部分というのはやはり、ありますけど、このパテントサイトの SDGs 分類というのはですね、世界の企業を一律に客観的に評価する一つの指標として、認識してですね、認識した上で、今後も社外アピール資料への活用を検討していきたいと考えております。で、またここには記載ないんですけど、全社員向けの紹介としてもですね、弊社では知財研修期間と研修週間ですね、研修週間といって1週間知財教育というのを行うイベントがあるのですが、その一コマにこの本分析をですね、共有させていただいたり、知財解析ユーザーフォーラムと題しまして、知財解析であったり IP ランドスケープ事例をですね、
全社員向けに紹介する場を持ってまして、まあ、そこで本事例を共有して、まあ、全社的な知財情報活用の浸透にもこの分析というのをこの事例をですね活用いたしました。はい、で最後ですがこの今後についてですが、知財情報を活用してサステナビリティの取り組みに対し、積極的に貢献する知的財産部というのを目指していきたいと考えております。知財部がですねサステナビリティに関わるというのは接点がなかなか見つからないものにはなりますが、こういったパテントサイト様のですね SDGs 分類を用いて情報活用等を通じて今後も貢献をしていきたいと考えております。はい、以上で説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、村上様どうもありがとうございました。いくつかのご質問が来ているようですので、お答えいただければというふうに思いますけれども、まず一つ目のご質問になりますけれども、 SDGs に分類される特許出願、これらを増加させるために何か行った施策があればご教示くださいということなんですけれども、何かそういった取り組みはございますでしょうか。ですね、現在特許出願までに、つなげた施策は、実際にはまだなくてですね、この分析っていうのは5月ぐらいに行って、やったものなので、今その特許出願につなげるためのですねこの SDGs 分類自体の分析研究っていうのを、現在行っているところになります。でこの研究が終わり次第ですね、どういった特許がこの SDGs 分類に付与されるっていうところを理解していって、その後にですね実際に特許出願につなげる動きにつな、続けていくというような運びとなりますので、はい、まだ施策としては、施策の準備をしている段階になります。はい、はい、ありがとうございます。続いてのご質問に参りたいと思いますけれども、データのこの正確性、多少そのあたり疑問に思う部分もあるというコメントもございましたけれども、そこに対するこう検証みたいなところも実際に行っておられるのでしょうか、いかがでしょうかというところなんですけれども。はい、検証は行っています。この気候変動に関して、特に気候変動が我々の注目すべき SDG というのが分かった、この分析で分かったので SDG13 に関しては、どういった特許が付与されるか、その正確性というか、どういった検索式で構築されているかなというところも、先ほど述べたように研究している分析しているところになります。ただですね、正確性というのは危惧するべきところではあるんですけど、このパテントサイト様の SDGs 分類というのは、客観的な一つの指標としてですね、有用に確実に使えるものだと思いますので、正確性も大事ですが、この客観的な一つの指標として、我々は活用していこうかなと考えております。はい、コメントありがとうございました。正確性というところで申し上げますと、パテントサイト側としても検索式のすべてをちょっと公開するというところまでには至ってないんですけれども、定義そのものはですね、大まかな部分については、村上様もご紹介していただきましたけれども、ファクトシートという形でシステムの中から閲覧できるようになっておりますし、検索式のこの定義の考え方としましては、皆様の SDGs の17のゴール、これがあることはよくご存知だと思うんですけれども、その下にですね国連が発表しているターゲットという分類とインディケーター、それからメタデータというさらに細かい分類が国連のウェブページで発表されてございます。基本的にはそこに書かれている内容を網羅する形で検索式が作られておりますので、そのあたりのコンセプトについてはぜひご理解を視聴者の皆様にもいただけると幸いな部分かなというふうに思います。はい、続きまして、ご質問参りたいと思いますけれども、社外へのこうアピールの資料として、検討中ということを
でございますけれども、投資家へのアピール、それから統合報告書への記載みたいなこともご検討されているのでしょうかというご質問がありますけれども、こちらの点についてはいかがでしょうか。はい、実際に検討しています。先ほど、つぶくさんから様がですね、おっしゃった通り、統合報告書への記載、掲載をですね、実際に検討している、検討しております。でもそこにどういったデータを載せるかであったり、というところを今現在検討しているような形ですね。はい、ありがとうございます。それからまただんだんたくさんご質問が来ているようなので、もう少しご紹介したいと思いますけれども、次はですね、スライドの28ページのご質問が来ておりますけれども、はい、こちらの資料でですね、2012年から昭和電工さんが件数を増やしているように見えますけれども、何かここで特別な取り組みが存在していたのか、あるいは結果的にこういうグラフになっているのか、そのどちらか教えていただけますでしょうかということなんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。そうですね、SDGs を意識した取り組みを行っていたかでいうと、結果としてこうなったっていうような形にはなると思います。で、特にですね、2012年以降にですね、我々が SDGs を非常に意識して、こういった質が伸ばしていこうっていうようなところは、意識していなかった部分なので、結果としてこうなったのかと思います。で、この増加した理由もですね、我々、ちょっと検証したところですね、後のスライドにも説明ありましたけど、SDG09 と SDG13 の出願がですね、非常に伸びてきているというのがありまして、結果として SDG09 は半導体分野の製品特許であって、SDG13 は電池に関しての出願、技術に関しての出願が非常に増加したから、このような形になったというような、このようなグラフになったというようなことになります。うまくその御社の取り組みと時代のこう流れっていうのがマッチした結果、こうそれが数字として現れてきたと、そういうことでございますでしょうか。はい、そうです。はい、ありがとうございます。続いてのご質問、もう一つ二つちょっとご紹介できればと思うんですけれども。はい。はい。自社向けに調査分析事例を紹介するフォーラムを開催しているということでしたけれども、ツールはどのようなものを用いているのでしょうかというご質問なんですけれども、これは他の特許分析ツールのことなのか、何かこの社内的にそういう取り組みを行うためのツールがあるということなのか、どちらかの話だと思うんですけれども、そのあたり少しご紹介できることはございますでしょうか。そうですね、分析ツールだったりデータベースだったりっていうところで言うと、このパテンっていう話で言うと、このパテントサイトであったり、ダーウェントイノベーション、ダーウェントデータアナライザーというところだったり、パテント EXZ っていうのも扱っていますし、結構多岐にわたって多岐にわたってですね、分析したツール、多岐にわたってのツールを使って分析したものをですね、このユーザーフォーラム、資材ユーザーフォーラムで発表はしています。特に、このフォーラム自体はですね、現在オンラインで行っておりますので、オンラインツールというか、Teams とか Zoom とかを使って発表はしております。はい、ありがとうございます。それからですね、IPL 活動を非常に活発に行っておられるという印象でしたけれども、大体何名ぐらいで行っておられるのかというご質問ですけれども、こちらの点についてはいかがでしょうか。そうですね、IP ランドスケープを業務として行っている人数としては、結構多分多いと思いますね。
10人弱、8人ぐらいですかね、正確な人数把握しなくて非常に申し訳ないんですけど、8人ほどでですね、この IP ランドスケープの推進というのを行っております。ありがとうございます。はい。はい、これ背景としても SDK でもやってましたし、SDMC でも同様の IP ランドスケープ活動をやっておりましたので、まあ、それが統合したことによって、さらに人数が倍増したみたいな、そのような形で人数が増えているというような背景があります。もともと合併前にこう取り組まれてた方々がまあ一緒になってチームになったという、まあ、そういうことでございましょうか。はい。ありがとうございます。大変申し訳ございませんけれども、そろそろお時間も迫っておりますので、あと1件だけご紹介したいと思いますけれども、再びですね、今見せておられるスライドのお話だと思うんですけれども、まあ、全体では SDGs 関連特許の割合が増えておりますけれども、まあ、ベンチマーク企業はそれが減っているように見えるというところで、そのあたりの分析は何かされたのかどうかというご質問になりますけれども、こちらの点はいかがでしょうか。その点はまだ分析できていませんので、非常に、これからやらせていただきたいと思います。はい、勉強不足ですいません。あ、いえいえ、あいりがとえ、うございまはい。す。ご指摘ありがとうございます。はい、それではちょっとお時間が迫ってまいりましたので、セミナーの方は以上で、終了させていただきたいと思います。本日は村上様、ご登壇いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうそれから視聴者の皆様もお時間いただきまして、誠にありがとうございました。本日のウェビナーにつきましてはですね、オンデマンド配信、それからスライド資料、こちらを申し込みいただいた方に配布する流れになっております。詳細につきましては、追ってご案内させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは以上でございますけれども、SDGs ウェビナーを終了とさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。